とこに町がある。まだ行くの？お父さん帰ろうよ。ねえ、誰もいないね。ねえ帰ろう、お店の人に怒られるよ。お母さん、お父さん。怖がるな。私はそなたの味方だ。いや。口を開けて、これを早く。この世界のものを食べないと、そなたは消えてしまう。いや。じっとして。裏のくぐり戸から出られる。外の階段を一番下まで降りるんだ。そこにボイラー室の入り口がある。ここでは仕事を持たない者はユバーバに動物にされてしまう。ユバーバ？会えばすぐにわかる。ここを支配してる魔女だ。辛くても耐えて機会を待つんだよ。私は千尋の味方だ。どうして私の名を知ってるの？そなたの小さい時から知っている。私の名はハグだ。ノックもしないのかい？さあおいで。あっ！うわあ！みっともない娘が来たもんだね。ここで働かせてください。ふーん、千尋というのかい？贅沢な名だね。ここはね、人間の来るところじゃないんだ。八百万の神様たちが疲れを癒しに来るお湯屋なんだよ。それなのにお前の親はなんだい？お客様の食べ物を豚のように食い散らして。当然の報いさ。お前も元の世界には戻れないよ。今からお前の名は千だ。分かったら返事をするんだ。千。